え、親愛なる新市民の皆様へ、2012年12月20日日本武道館にて太陽光発電だけによるロックフェス、ザ・ソーラー武道館は大成功を収めました。太陽光発電だけで大規模なロックフェスは可能なのかという問いに対して結果が出たのです。太陽光発電だけで可能なのです。もちろん大変な道のりでした。でも協力してくれた人みんなの希望が最後にはとても大きな力となり、この大きな扉は開いたのです。あの日武道館には濃縮された希望があったのです。その力こそが我々を進化させるのだと確信しました。今回ザ・ソーラー武道館に電気を提供してくれたたくさんの会社の中に、とても面白い会社がありました。長野県飯田市のお日様発電所という会社なのですが、その会社の出資者は全員飯田市民なのです。市民がお金を出し合ってソーラー発電所を運営し、そしてそのソーラーパネルを地域の保育園の屋根に設置しているのです。園児たちは屋根で発電していることを理解しているんですね。そのシステムによって、地域でお金は循環し、子どもたちは成長しているのです。地域の独自性とエネルギーの独立性、そして子どもたちへの啓蒙は結果的に継続性を生んでいるのです。そこには未来がありました。この完璧な雛形を全国に拡大すればいいんです。答えはいつもシンプルなのです。この濃縮された希望の種を拡散すればいいのです。我々にはまだまだたくさんの課題が残っています。原発のこと、核廃棄物の問題、食品の放射線線量表示のこと、残留放射線のこと、がんに対するセーフティーネット拡大のこと、選挙のこと、沖縄のこと、防衛のこと、我々が311まで気に留めてこなかった数々のこと、問題は山積みなのです。だがもう我々は知ってしまったのです。濃縮された希望の力を一つずつやっていきましょう。どうせ一つずつしかやれないのですから。311があったからこそ俺たちはここに来れたね、という未来の事実を作っていきましょう。最後に参加してくれた皆さん、協力してくれた各メーカーや各メディアの皆さん、出演してくれた多くの仲間、みんなにありったけの愛と感謝を捧げます。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。佐藤大臣。
りそれ必要としているものがあるから、その上の太陽はありだけの愛だけでできてると思いませんか、Come on。ありたけの愛だけで
とうございました。今年もよろしくお願いします。ライブ4日本でした。いやいや、ありがとうございました。